皆さんこんにちは。今回も一色法を虫ポケモンたちと旅をしていきますよ。前回はどうにか強化四天王たちをしばいたところまでですね。今回はいよいよアイリス戦となります。ストーリーの時のアイリスさんは確か初手にサザンドラを持ってきていたはずなので、サザンドラ対策ということでサイハヤちゃんを先発に持っていきたいと思います。こだわりハチマキメガホーンでぶち抜いてやろうという算段です。出てくる相手によってはそのままメガホーンでぶち抜き続けることもありえますからね。まだレベル差はあるとは思いますが、強化四天王を突破できるくらいのレベル感にはなっているということで、一発で勝てると信じましょう。正直言ってアイリス戦は出してくるポケモンによると思っています。四天王との戦いを見た感じ、何匹か新ポケが加わっているということで、どの程度のポケモンが加わっているのか、それに伴ってクビになったポケモンは誰なのかというのが非常に重要だと思います。アイリスさんの初手は想定通りサザンドラですね。サザンドラは600族ですし、さすがにクビにはならんわね。こちらとしてもメガホーンで各位置を取れる相手なので、願ったり叶ったりですわ。オケオケ。まずはサザンドラ、突破です。ストーリーの時は、ハチマキがなくても確定一発だったということで、完全にオーバーキルでしょう。お前はクビになっててくれ。2体目は、ボスゴドラが出てきましたね。自身を打てば4倍弱点をつける相手ではあるんですが、サイハヤちゃんはこだわってしまっているということで、さすがに一度引っ込めて、出直すしかないでしょう。こだわりハチマキが、あだになってしまったかもしれません。リーダーの頑丈を駆使して耐え切ろうかとも思ったんですが、攻撃技が地ならしでは、さすがに火力不足すぎて、ワンパンはできない気がします。ここも、技構成がアダになっちゃってる気がしないでもない。使ってみて非常に感じているのが、リーダーは技スペースが圧倒的に足りないということですね。欲しい技がありすぎて、技構成を決めるのが非常に難しいです。というわけでここは、要塞ちゃんを切るしかないでしょう。さすがにこの大一番で我慢が炸裂するとは、考えにくい節がありますからね。要塞ちゃんはボス目を持っていますし、ボスゴドラに対して少しでも、ダメージを与えることができますからね。死に出し要因にしつつダメージも与えられるということで、この場面は適任なんじゃないでしょうか。要塞ちゃん、お疲れ様や。この大一番で死に出し要因にしてしまったのは非常に申し訳ないですが、こうするしかなかったんや。わかってくれ。お前が与えた5つ目のダメージによってきっと、確定数が変わったに違いない。というわけでここはもう一度サイハヤちゃんを出して、自身を打っていきますよ。こだわりハチマキは火力が出るということで、非常に頼もしくはあるんですが、小回りがつかないというのが難点ですね。さすがに落ちますわな。いくらボスゴドラの耐久力といえど、こだわりハチマキ4倍弱点は、大やべえの出してきおったでこの人。傲慢だわいかんでしょ。事前情報なしで出していいポケモンじゃないわそれは。ちゃんと前日に、私は傲慢だを使ってきますのでよろしくお願いしますという風に、メールを送らないと許可できんやつやぞそれは。いやー、出てくるタイミングが悪すぎるわ。自身でこだわっているタイミングで飛行タイプを出してくるというのは、的確すぎるわ。たまたまそうなったのか、自身でこだわっているのを知っていて出してきたのかはわかりませんが、あまりにも絶望的すぎるわこれは。ひとまず、サイハヤちゃんはここで切るわけにはいかないということで、四尺ちゃんも死に出し要因として出しておきますよ。この大事な試合で、死に出し要因として2匹も失ってしまったというのは、苦しすぎますね。うへぇ、命の玉まで装備してんのかよ。ガチガチすぎるやろこの傲慢だ。さすがは中ポケの第一人者ですわ。格が違いすぎる。四尺ちゃんの尊い犠牲はありましたが、威嚇とこだわりハチマキの効果は帳消しにできたということで、もう一度サイハヤちゃんを出していきますか。サイハヤちゃんで上を取って岩なだれを打ってひるませれば、無傷で突破でき何やってだこいつ。この大一番で外すのはさすがに、芸人魂を見せようとしすぎてますわ。
倒すべきところではしっかり倒してもらわんと、本当に困るって。何のために四尺ちゃんを壁にしたと思っとんねん。苦しすぎるわこれは。もうこれは、リーダーを出すしかないでしょう。本当は岩石砲をぶっ放してしまいたい気分ではあるんですが、ここはぐっとこらえて、岩なだれを選択しておきましょう。弾ダメージでそこそこ削れていますし、リーダーの火力であれば、岩なだれでも押し切れるんじゃないでしょうか。当然のように、流星群まで抱えとったわこの人。マンダの流星群は強いからしゃあない。固くねえかこの棒マンダ。なんぼなんでも落ちると思っていたんですが、リーダーの火力を過大評価していたんでしょうか。やはり岩なだれだと、火力不足ということなんでしょうかね。と言っても、ストーンエッジは命中不安すぎて、あんまり搭載したくないんですよね。個人的に使用に頼る命中率は、85% からだと思っています。オケオケ。ぶつくさ言っていましたが、これは結果オーライと言っていいでしょう。相手に回復薬を使わせつつ、リーダーでボーマンダを倒せたわけですからね。今できる最低限の仕事はできたと思います。お次は、ラプラスが出てきましたね。正直ラプラスは首になっている側なんじゃないかと思っていたんですが、首じゃなかったですね。ということはつまり、顔面クリムガンがリストラにあったということなんでしょうかね。ここは、バッチンを出すべきでしょう。せっかくタイプ1雷が、思いっきりぶっ刺さる相手ですからね。適材適所というやつや。うへぇ、マジかよ。命の玉の分火力が上がっていますし、さすがに落としきれると踏んでたんですけどもね。ラプラスの耐久力を、甘く見ちゃいかんかったか。ふう、思いがけないダメージを食らってしまいましたが、バッチンでラプラスを落としきれただけ、よしとしておきましょう。幸いまだ殴っていけるだけの HP は残っているので、最後の最後まで頑張ってもらいたいと思います。あかん。ここでの外しはガチで、痛いなんてもんじゃないわ。試合が決してしまう外しやぞそれは。アーケオスならぶち抜けるし、これはまだわからんと思ってしまった。一瞬の隙を突かれちゃったわ。もうなるようにしかならん、エースよ、お前ならできる、レベルだけは一丁前なんや、自分にできる仕事をこなして、逆転勝利をしてみせるのだー。はい、そらそうなるよ。思いのほかいいところまではいけた気はしますが、さすがに苦しいものがありましたね。とはいえ、今の試合は運が悪かったという側面はあると思います。サイハヤちゃんが岩なだれを外さなかったり、バッチンが雷を外していなければ、ワンチャンあったでしょうからね。というわけで、本番行ってみましょうかね。しきみさんに負けたように見えたかもしれないですが、それは幻覚なのじゃ。ひとまずアイリスさんの手持ちは大体把握することができましたし、持ち物もなんとなくわかったということで、今回こそはいけると思います。正直取り回しは全く良くないんですが、そのリスクを負ってでも、サイハヤちゃんにはこだわり鉢巻きを持たせておくべきだと思います。やはりなんだかんだ言って、こだわり鉢巻きによる火力補強は、馬鹿にはできないですからね。かゆいところに手が届く火力になってくれるはずなので、サイハヤちゃんに持たせておくべきでしょう。アイリスよ、この戦いでの神演出を見るのはこれでおしまいや。私はこの試合でお前に勝ち、真のチャンピオンの座をつかみ取るのだ。引導を渡してやるぜ。というわけで、アイリス戦です。使ってくるポケモンは、サザンドラ、ボスゴドラ、ボーマンダ、ラプラス、アーケオス、オノノクスの6体となっています。ドラゴンタイプの比率は高いですが、こちらから弱点をついていくことはできないということで、やはり苦戦が予想されます。サザンドラに対しては、お構いなしでメガホンをぶっ放していきましょう。ボスゴドラに対して有効打が出るわけではなく、やはり誰かしら死に出し要因を出さなければなりませんが、そのリスクを負ってでも、メガホンを打っていきますよ。2
2体目は、ボスゴドラですね。メガホンがまともに通らない相手ということで、ここはサイハヤちゃんを引っ込めていきます。この戦いで死に出し要因を作ってしまうというのは心苦しいですが、勝利をもぎ取るためには、甘っちょろいことは言ってられないのですよ。全員の力を結集しなければ、この戦いで勝つことはできないでしょうからね。しゃあない。要塞ちゃん、お疲れ様や。この大一番では死に出し要因になることしかできませんでしたが、お前の我慢は、ここぞという場面ではしっかりと役に立ってくれた。そのことは誇りに思っていいぞ。だから今は、みんなの勇姿を見届けてくれよな。すぐに地面技で攻めに行くようなことはせず、一旦四尺ちゃんを挟んで、壁を張っておきますよ。壁を張れる四尺ちゃんを雑に切るというのは、あんまりよろしくないですからね。壁を張ることによって、四尺ちゃんは実質生き続けることができるのだ。正直リフレクターを張るだけで退場だと高をくくっていたんですが、ギリギリ一発耐えてくれたということで、光の壁も張っておきますよ。これで盤石の体勢と言っても過言ではないでしょう。四尺ちゃんはしっかりと、自分の仕事をしてくれたと思います。というわけで例のごとくサイハヤちゃんを出して、地面技で攻めていきましょう。リーダーを出したい気持ちはありますが、ボスゴドラの上を取れているかは未知数ですからね。この最終決戦で、そんな一か八かの行動を取るわけにはいきません。気づいたらサイハヤちゃんも、81レベルにまでなっちゃってますね。道中の四天王たちは基本的に、サイハヤちゃんでゴリ押すのが手っ取り早かったので、経験値をドカ食いしていた節がありますからね。アイリスさんの手持ちと、互角くらいになってくれています。十分やり合える力を備えているんじゃないでしょうか。やはりここはサイハヤちゃんを引っ込めるしかないんですが、ここはリーダーに交代することにしようと思います。なんだかんだで光の壁も張られているということで、意外と生き延びつつ、オーマンダを駆逐できるんじゃないかという気がするんですよね。いいっすねー。想像以上に残してくれました。これならリーダー一匹で、マンダを始末できるでしょう。四尺ちゃんはやはり、縁の下の力持ちですわ。オケオケ。マンダの流星群も、どうにかしのいでくれました。他の子たちで、なぁ、似合ってだー。こちとらリーダーと四尺ちゃんのコンビネーションでボーマンダを突破するという、感動的なストーリーに仕立て上げようとしていたのに、思いっきり踏みにじられちゃったわ。ああもうめちゃくちゃだよ。本当に本番なのかこれは。リーダーは、もうセイをすべきですね。ただ岩石砲を外してやられるだけでは飽き足らず、生き延びたターンが長すぎて、壁のターン数を消耗したわけですからね。四尺ちゃんが繋いでくれたバトンを、へし折ってしまう行為やぞ。いやぁ、だいぶ苦しい展開になってきましたねこれは。一戦目よりも苦しいかもしれません。ナイスデイス。この戦いでの芸人枠は芸人をしてくれたということで、ここからはガチモードでいきましょう。幸いアイリスさんの残りの手持ちは、アーケオストラプラスが控えているということで、サイハヤ、おい。おい。いや、リフレクターもまだ残っているわけですし、仕切り直せるやろ。おいって。おいってどうなってんだこのゲームは。このラストファイナルリベンジマッチと銘打った試合で、何をどうしたら二人も芸人枠が生まれるんじゃー。焦るな自分、まだ勝負は終わっていない。幸いバッチンがまだ生きているということで、立て直せるはずです。アーケオスもラプラスも雷で抜群をつけますし、慌てるような時間ではないでしょう。怒涛の芸人魂発揮でバランスを崩しそうでしたが、まだ持ち直せると思います。バッチンがネタ枠になったことは、ほとんどなかったはずですからね。優等生のバッチンを信じろ。ラプラスに対しても、雷をぶちかましていきましょう。しっかりと当ててくれて、頼りになりますわ。やはり、落としきれないか。あと1レベルくらい高ければという感じなんですけどもね。ラプラスの HP
ピーがあと少しとなっていますが、回復を使ってくると思うので、油断はせず雷を打っていきましょう。この大一番で、雷外しにビビっているようでは話になりませんからね。こちとら水差し芸人コンビのせいでぐちゃぐちゃになってしまっているので、もはや捨て身の覚悟で行くしかないのですよ。お、ラッキーラッキー。乱数だったみたいですね。というわけで、ウジラプラスも突破です。吹雪は食らってしまいましたが、まだバッキンは動けるということで、最後の最後まであがいてもらいましょう。さあラスト1匹、オノノクスです。ここから勝ちを引き寄せるためには、バッキンの雷で、麻痺を巻くということが最重要事項でしょう。麻痺さえ負ければ、エースでも何かを起こせるかもしれませんからね。うへぇ、麻痺らんかったー。麻痺ればまだ勝負はわからないと思ったんですけどもね。こうなってしまったものは仕方ないということで、エースにこの試合の全てを託すしかありません。エースよ、お前は確かに種族知の面では、大きく劣っているかもしれない。だがお前には、積み重ねたレベルという年輪があるのだ。お前のその経験の差で、オノノクスとの差を埋めるのだー。エースには進化の奇跡を持たせていますし、なんだかんだで激凛一発くらいであれば耐えきれると思うので、どうにか奇跡が起こるのを信じましょう。剣の舞は間違いなく積む余裕がないということで、急所狙いでシガークロスを打っていきますよ。くそー、急所に当たらんかったー。いや、最後まで諦めるんじゃない。オノノクスが激凛をしてくれたことはアドバンテージに違いないのだ。エースだけの特権のこらえるでどうにかしのぎ切り、2回目の激凛で混乱してくれるのを期待するしかありません。だー、混乱してくれやー。くそー、もうこっちにはこれしかねー。エースよ、もう一回だけこらえるを成功させろ。そうすればオノノクスはこんな、よーし、ナイスナイスナイスー。これでワンチャンが生まれました。最後の最後まで、首の皮一枚になるまで試合を諦めるな、エースよ。今まで私はお前に超愛を与えてきた。それはこの試合で勝ち切るためなんや。最後の最後、この決死の大一番で、お前は芸人なんかじゃない、真のエースだということを、証明してみせるのだー。どやー、エースは芸人なんかじゃない、足を引っ張るお荷物なんかじゃない、ここぞでしっかりと決めてくれる、本物の大黒柱なんやー。やったぜ。というわけで、半分芸人枠と思われていたであろうエースで、この試合を勝ち切ることができました。運ゲーと言われようが、こらえるによって生き延び、混乱をさせることができたのは、エースだけでしょうからね。エースの持ち味を、しっかりと発揮してくれたと思います。正直リーダーとサイハヤちゃんが芸人をする異常事態が訪れた時点で、だいぶやべえだろという雰囲気が漂っていましたが、終わり良ければ全て良しという感じですね。愛情を与えた甲斐がありました。そんなこんなでエンディングに入るのですが、エンディングは右上で流しつつ、一応まだ動画としては勝てていない、シロナさんとの戦いを映しておくことにしようと思います。正直強化四天王と戦いすぎて、レベルがだいぶ高い状態になっているということで、苦戦はしないと思っているんですが、倒さないまま終わるというのも、あれでしょうからね。シロナさんとのエキシビジョンマッチをしておきたいと思います。エースの感動的勝利で終わっておくべきだとは思いますが、まあその辺はご愛嬌ということで。シロナさんは確か、80レベルくらいのポケモンを出してきてましたよね。レベル的にはもう、申し分ないくらいに上がっていますからね。問題なく勝てるんじゃないでしょうか。今回の初手は、先ほど大活躍していたエースに、先陣を切ってもらいたいと思います。ミカルゲごときであれば、罪の起点にできるでしょうからね。というわけでエキシビジョンマッチ、シロナ戦をやっていきましょう。前回挑んだ時は、ミカルゲとガブリアスしか手持ちを見ることができませんでした。とはいえ、その当時から10レベルくらいはパーティーのレベルが底上げされたということで、きっと押し負けるということはないでしょう。というわけでまずは、ミカルゲですね。
エースのレベルもだいぶ頼もしくなりましたし、剣の前を積んで攻めていけば、意外と2、3体くらい、ぶち抜いてしまえるんじゃないでしょうか。そう信じて、戦っていきましょう。脱皮は起動せずですね。このターンは夢食いをしてきそうだということで、さっさと四尺ちゃんに交代してしまいましょう。よすよす。無事夢食いは回避することができました。次のターンはまた催眠術をしてくるかもしれないので、エースに戻しましょう。これを繰り返していればいずれ、脱皮で眠りが解除されるでしょうからね。白なよ、この勝負もろたぜ。それは勘弁してください。どうか催眠術と夢食いだけを繰り返してください。さすが白菜さんや、私の作戦の裏を書いてきおったわ。ひとまず脱皮で目覚めることができたということで、また剣の舞を積んでいきましょう。まあ、影分身を積むのであれば、そのまま積み続けていたまえ。催眠術と影分身を組み合わせてこられるのが、一番きついですからね。よすよす。よく当ててくれました。強い。これはエースポケモンの器ですわ。ミカルゲごとき、どうということはないですね。無傷の状態で、突破することができました。これはでかい。2体目は、ガブリアスですね。できればエースで、ガブリアスもねじ伏せてしまいたいところです。ワンパンされて消し飛ぶ展開だけは、是が非でも避けてほしいです。よすよす。さすがにワンパンはなかったですね。エースはアイリス戦で、自覚を得たということでしょう。十分十分。あれだけ削れれば、上出来でしょう。ワンパンできれば一番かっこよかったですが、エースでガブリアスをワンパンしてしまったら、あまりにもかわいそうですからね。エース、お疲れ様や。今はゆっくり休んでくれ。コラジタを狙ってコラエルをしてもよかったんですが、急に剣の舞とかを積んでこられたら、いろいろと厄介ですからね。退場するときは潔く、退場しておくべきでしょう。誰を出すかは難しいですが、サイハヤちゃんを出すのが適任でしょう。サイハヤちゃんであれば、ガブリアスの上を取れるでしょうからね。ナイスデイス。しっかりと上を取りつつ、メガホーンも当てることができました。先ほどは芸人枠になってしまっていましたが、この白菜戦ではきっと、活躍してくれるに違いない。サイハヤちゃんはうまくいけば、ハチマキメガホーンを打ってるだけで数匹ぶち抜ける可能性がありますからね。とは言ったものの、ルカリを出されてしまうとどうしようもありません。虫技を4分の1に軽減してくるポケモンに対してメガホーンで突っ張るというのは、具の骨頂ですからね。引くべき時は引く、これが重要なのですよ。誰に交代するかは難しい場面ではありますが、いざとなったら壁を張ることもできる、四尺ちゃんを出しておきますか。さすがにルカリオ程度の火力であれば、ワンパンされるということはないでしょうからね。お、ラッキーラッキー。ストーンエッジを覚悟していたので、再起ねを打ってくれて、非常に助かりました。不一致等倍技なんか、痛くも痒くもないわ。ふう、これでだいぶ、戦いやすくなりましたね。光の壁さえ張っておけば、ルカリオの攻撃は受けきれるでしょう。壁さえあればこの先何が出てきても、ある程度はどうにかなりますからね。やはり四尺ちゃんはイブシギン、縁の下の力持ちですわ。四尺ちゃん、お疲れ様や。今はゆっくり休んでくれ。ここは確実に上を取れる、サイハヤちゃんを出しておきましょう。ハチマキ自身を打てば、ルカリオくらいはたやすく消し飛ばせるでしょう。オケオケ。完璧な流れですね。こちらも多少消耗してはいますが、こちらとしては先に進めば進むほど、戦闘は楽になっていきますからね。こちらはまだサイハヤちゃんやバッチン、リーダー、いざという時の秘密兵器、要塞ちゃんも生き延びているわけですからね。精神的には圧倒的にこちらが有利なのだよ。白菜さんが飛行タイプを出してきたということで、サイハヤちゃんは一度引っ込めて、リーダーを出したいと思います。光の壁も張っているわけですし、突撃必須など怖くもなんともないわ。
電磁波をしてきてくれたのは、これ幸いですわ。なんだかんだで半分以上食らって、次の攻撃で倒される展開だけは避けたかったですからね。突撃必須ごとき、サクッと岩石砲をぶっ放して始末してしまいましょう。くたばれ。この世で一番面白くない戦術やめや。この突撃必須、天目ざまあ見やがれってんだマジで。しろなよ、運ゲーを先に仕掛けてきたのは、お前の方だからな。電磁波天目食えアスラをしてくるのであれば、こちらはアスラの 5% 外しを引いてくるだけや。というわけで、ぐちゃぐちゃにされそうになりながらも、無事突撃必須突破です。マジでこの突撃必須は、全抜きしてくる可能性すらありましたからね。試合を壊されずに無事倒せてよかったです。お次は、ミロカロスが出てきましたね。これはこれで厄介なポケモンではありますが、先ほどの突撃必須よりは戦いやすい相手だと思います。ここはさすがに、バッチンを出すべきでしょう。ミロカロスは特殊耐久が高いですが、バッチンの雷を確定3発にできるほどじゃないですからね。バッチンがミロカロスの攻撃でワンパンされることはないでしょうし、冷静に雷2発で仕留める感じでいきましょう。強い。さすがはバッチンですわ。無事ワンパンで、ミロカロスを沈めてくれました。バッチンは命の玉によって HP はどんどん減っていってしまうので、被弾しないに越したことはないですからね。いい流れと言っていいでしょう。気づいたらシロナさんの手持ちは、ラスト1匹になってますね。ラス1は、グレイシアのようです。これはさすがに、もらったと言っていいでしょう。グレイシアは弱いポケモンではないですが、こちらのパーティーを全抜きできるほどではないでしょう。優等生すぎるわ。やはりこのシロナ戦は、打足だったかもしれません。というわけでシロナさんも芝居て、無事シリーズ完結ということで、最後までご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。もうすぐスカーレット・バイオレットが発売されるということで、発売当日から縛りプレイをするにしても、間が少し空いてしまうということで、短編シリーズみたいなのを挟んでおきたいと思います。ソウルシルバードーブル縛りを今始めると、スカーレット・バイオレットまでに終わりませんからね。それでは、また次回作でお会いしましょう。サンキューフォーウォッチング、いろいろやっとるでー。次回も見てくれよなー。